今日昼過ぎ、伊予市二見町の国道56号線のトンネル近くで車同士が正面衝突する事故があり、高齢男性が死亡、対向車の30代の男性が怪我をしました。こちら事故のあったトンネルの前に来ています。前方の車両が正面衝突したレッカー車ということです。フロントガラスにもひびが入り、大きく破損していることがわかります。今日午後0時20分ごろ、伊予市二見町上灘の国道56号線東峰トンネルの近くで、大洲方面に向かって走っていた普通トラックがレッカー車と正面衝突しました。この事故で普通トラックを運転していた松山市西石井の自営業、灘野道博さんが全身を強く打ち、松山市の病院へ運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡しました。またレッカー車を運転していた32歳の会社員の男性も怪我をして病院に運ばれましたが、命に別状はありません。現場はトンネルの北側、およそ100メートルの片側1車線の道路で、警察は普通トラックが緩やかな左カーブでセンターラインをはみ出したものとみて、詳しい事故原因を調べています。この事故の影響で現場付近は2時間余りにわたって全面通行止めとなりました。